2021年7月9日甲子園に突然の帰れコールが起こった。6回表に入る前、阪神ナインが守備位置に散らばり始めたところで右翼スタンドが騒然とした。巨人のユニフォームを着たファンと阪神ファンが言い合いになった模様で周囲から帰れコールが始まったようだ。現地で観戦しているファンの情報では警察も数人出動する事態にまで発展。騒ぎに阪神の選手も右翼スタンドへ視線を送るなど異様な空気に包まれた。球場に駆けつけた警察官は今捜査中ですので話せることはありませんと説明した。